はい、こんにちは、クレットチャンネルです。本日もカミカミ解説でお送りしますが、最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日は確率無視ができる景品は決まっているというタイトルでお送りしていこうかと思います。それでは参りましょう。はい、ただいまプレゼント企画実施中です。締め切りは5月の6日ですね、の土曜日です。こちらのサムネの動画に詳細ありますので、こちらをご覧ください。はい、というわけで本日はまずはこちらね、新作のポケモンを狙っていこうかと思います。でね、この子とりあえず一旦真ん中を掴んで様子を見ていこうかと思いますが、どうでしょうか。しっかりね、上まで持ち上げるパワーはありそうなので、めちゃめちゃ鬼畜設定っていう感じではなさそうですね。はい、というわけで、ただね、このポケモンさんね、背中にね、隙間があるんですよ。尻尾と背中の間の隙間に。今、そこに右アームをぶっ刺しておりますが、さあ、どういった反応を見せてくれるでしょうか。おっと、来た来た来た、おっ、うわぁ。あー、これですね。最近、ラウンド1さんの、アーム初期1引っ掛け対策ですね。はい。というわけで、すみません、ちょっとね、このね、カメラの調子が悪くね、ちょっとスーッと抜けちゃいました。はい、というわけで、ここから始めていこうかと思います。でね、右アーム、ここ、尻尾をぶっ刺したのですが、ちょっとね、ここね、なんか嫌な匂いがしますよね、これね。というわけで、もう一度刺していこうかと思います。やはりね、刺す場所、刺すタイミングによってね、先ほどとは全然反応が違うんですよね。先ほどはグググッと引っ張ってね、運んできてくれたのですが、今回はね、持ち上げることもできないぐらい、パワーが、この、もしかしたらね、なんかよく言う、エリアでパワーがね、弱くなるというやつかもしれませんね、これ。ただちょっとね、その辺詳細はわかりませんが。はい、というわけでね、一旦下半身振っていこうかと思います。このね、尻尾にさせる位置をずらすイメージで狙っておりました。はい、というわけで、これね、狙えそうなのですが、ちょっと狙えない、隙間が狙えないので、もう一度クルリンパ行きます。このね、一応黄色い部分の角というか、ね、トサカというか、そこがあるので、その辺をうまくクルリンパしていかないんですよね。ね、この景品、ちょっとなかなか頭が重たいんでね、いけると思ったんですがね。はい、というわけで、やはりね、尻尾刺していこうかと思いますが、これなんですよ。先ほど言っていた狙えないという理由がね、ちょっと背中にね、刺さる前に干渉してしまうんですよね。なので、最後の最後で軌道がずれて刺さらないっていうのが、まあ、ある程度ちょっと分かっていたんですが、まあ、最後を狙ってみました。はい、というわけで、真ん中狙っていきます。さて、これはどうでしょうか。まあ、とりあえずね、なんか、あんまり変なことならないように、微妙ですね。というわけで、ここは一旦撤退しておきます。はい、というわけで、初期位置戻していただきました。これね、立たされてる初期位置、本当に嫌なんですね。この意味ない100円を使ってね、倒さないといけないんですが、さあ、どうでしょうか。はい、というわけでね、こういう状態になりました。これ、先ほどとほぼほぼ同じ形ですね。ということは、右アームを背中の隙間にぶっ刺していこうかと思います。さあ、どうでしょうか。まあ、隙間自体はね、そこそこサイズはあるので、あまり難しくはないんですが、あとは反応ですね。さあ、どうなる。お、いい感じですかね。というわけで、もう一回今度はね、引っ掛けてみましょうか。ストップボタンで尻尾に引っ掛けてみます。尻尾の根元ですね、に隙間があるので、ストップボタン。さあ、これ刺さっているが、パワーがめちゃくちゃ弱いんですよね。持ち上げるパワーはあるんですがね、引っ掛けて寄せるほどパワーはなかったですね。はい、というわけで今度は刺しを狙いますが、これちょっとポイントがあります。はい、これずっぽしですね。さあ、どういった反応を見せてくれるでしょう。いましたね。はい、無事にマッチョがゲットです。再リプレイで見ていきましょう。これポイントね、先ほどストップボタンを押したのですが、今度はね、アームを下ろす勢いでぶっ刺しました。やっぱりね、下ろす勢いはね、強いんでね、この隙間をぐすっと貫通していきましたね。というわけで、1200円、まあまあ新作ポケモンでね、1200円で選べばね。ただね、さっき のポジションからできると、ほぼほぼ400円ぐらいですかね。なので、ぶっ刺してみてください。チャンネル登録、コメント、いいねお願いします。
はい、続いてこちら、ニャオハ。私、ニャオハは名前覚えました。私、これなんか、ニャオハ好きなんですね。はい。というわけで、狙っていこうかと思います。でね、一旦これね、左アームでこれ、立ってる状態なので、手に持っている紙タグですね、にぶっ刺そうと思ったのですが、ちょっとやはり角度的に無理だったのですが、いい感じにシールド側に倒れてくれました。これはもちろんたまたまですね。はい、というわけで、ここから下半身を振っていこうかと思います。さあどうでしょう、前足に左アームを引っ掛けて、そこから、ああいい感じですね。うん、パワーもそこそこありそうな感じなので悪くないですね。というわけでもう一度さらにシールドに寄せていこうかと思います。同じところですね。ここね、一応ね、手と縫い目に引っ掛けてるイメージですね。手とね縫い目だとね、意外とね力がかかりやすいんですよこれね。はい、というわけで続いてはゴリゴリに寄せていきます。もうここ勝負します。首の一番細いところに左アームを入れて、あとはどう持ち上げてくれるパワーがあるかどうかですね。さあ来い、さあどうなる、さあどうなる、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 来い来い、こう書きました。はい、無事にマッチョがつまみ寄せでゲットです。来ましたね、このゲット。なかなか気持ちよかったですね。ね、このゴリゴリに寄せて、まあこれは正直パワーがねそこそこないと厳しい攻略法になるのですが、これもしっかり確率ミスですね。ここあとほんの数センチですね、数センチ内側に入っていったので、落ちた際に取り出し口側までしっかり落ちてきましたね。というわけでまさかのね、ニャオハ400円ゲットです。はい、これは超得でしたね。そしてさらに気持ちよくゲットできました。はい、というわけで、この問題のカビゴンですね。このカビゴンね、やはり皆さんかなり攻略法を知りたいみたいで、でね、また私、他店のラウンドワンさんに行った時、これ見かけたので、また狙っております。でね、この、カビゴンはね、設定としては正直良かったですね。パワーもまあ強いんですよ。はい。そしてシールドも低くはないんですが、高くはないです。この、景品に対してね。うん。なので、あとは私の技術次第かなっていうところで今攻めておるのですが、どうでしょう。ここね、これね、イメージとしてはね、頭を支点に左アームでこうね、振ろうとしてるんですよ。ですがね、やはり重たい下半身なので、いまいちね、しっかりグイッと寄せることができないんですよね。はい、というわけで、ここまだ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 寄せるというか、振りっていきたいのですが、どうだ、これはやばいやつ、やばいやつです。とりあえず、これも一応タグ狙っております。タグを狙って、いい感じに倒れてくれましたね。はい、よかったです。これは助かりましたね。はい、というわけで、今度は思考を変えて、首を寄せていこうかと思います。下半身を支点に頭を振ろうと思ったのですが、全く、もう正直ここ詰まっておりますね。うん。というわけで、ほぼほぼ真ん中持ちですね。先ほどより寄せを甘く3本しっかり寄せれるか、こいやーってやってしまいましたね。やってしまいましたね。はい、というわけで、ここは一旦撤退。で、これ、放置台ですね。で、これ、タグがちょうどいいところに見えておりますので、狙います。さあどうだ、景品もでかい、アームもでかいのでね、ゲットまではいけないと思うのですが、一撃ずっぽし、さあって、ただ重心の下半身にタグがあるので、来い、これもう少しなんですけどね。うん、というわけで、ここはねクルリンパでいきましょうか。これ決めますよ、クルリンパで。もう1もうないチャンスですよこれは。というわけで、しっかりクルリンパいきます。さて、これアームポジション完璧だぞ。さあ行け、やってしまいました。リプレイで見ていきましょう。これね、やってる時ほんまにね残念でしたね。もうね、次の瞬間お尻の重心がシールド内側入っていくんですよ、クイーンと。見ておいてください、ここですね。この瞬間もゲットしたと思ったんですが、なぜか止まる。これ奥アームが脇に入ってるんですよね。これは本当に心折れましたね。というわけで、ここはもう撤退ですね。もうここまで多分おそらく次チャンス来ないと思うので。はい、というわけでね、本日ポケモンデーという感じでね、攻略できたものもあれば、ちょっとね難しかったものもありますね。というわけで、参考になればと思いますので、これからもご視聴よろしくお願いいたします。
それではこの辺でお別れの時間です。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。カビゴンいけたで、あれもうちょっとな。